皆さんどうもこんにちは。ネットでは明るいウプ主のミーです。おいおい、頭ぶん殴ってるスタート画面に一切ツッコミを入れず普通にスタートかよ。まあまあ、今回実況するゲームはこんな感じだよってなんとなくわかったでしょ。ああ、わかったぜ。今回はワークザシーフというゲームをやっていきます。どんなゲームなのかわからないので、早速やっていきましょう。このおっさんは泥棒だろうね。これが引きこもりウプ主、まあ確かに性別違うけどな。ところどころクリックできるんだけどなんだろう。ああ、また金をしたーなんでだー。大変、ウプ主が癇癪を起こしたわ。とんでもねえやつあたりだぜ。さすがの私でも B に落ちたって首は噛み切らないよ。当たり前だ。ちょ、まさかそこまでやっちゃうの？もしかしてこのキルカウンターを10にするんじゃないか。10個の殺し方があるってことだね。何もなかったかのようにゲームをやる少年。恐ろしい子供だぜ。よし次行こう次。お次は暖炉のオイルを使ってみるわよ。オイルで一体どうするつもりなんだ？まさかそこに。ああ、これ一番火をつけちゃダメなところ。え、ちょっと今またかけなかった。完全に子供遊んでやがる。火がつき放題になってるよ。なんで泥棒こんなにゆっくりしてるんだろう。火がついてるのに気がつくの遅いんだよな。もしかしてとんでもない笑いの才能を持っているんじゃ。私怖いわ、こんな有能なボケ見たことないもの。ゲームが恐れている。誰もいない部屋に盗みに入ったら子供がいて、その子供に殺されかかるってどういう名映画かよ。空き巣ダメ絶対だよ。次はこのよくわからない箱にしてみるよ。泥棒も子供だから大丈夫って油断してんだろうな。あ、空振っちゃった。でもこのゲームは少年がここで終わらせるはずがないぜ。この泥棒もバカだから煽ってるよ。まさかの投げナイフ。どこぞのメイドみたいなことするな。その後も的にされ、叫びまくる変態なのでした。変態ではないだろ。心が叫びたがってるんだ。心どころか全身で叫んでんじゃねえか。ようやく静かになったからゲームしよう。何事もなくゲームを再開するってすげえな。次は暖炉のところにかかってた布袋を使うよ。泥棒よりも子供の方が悪い奴に思えてくるぜ。なんだこれは、なんか入っているのか。眼球に蛇がー。そしてめっちゃ手際よく袋を縛っていくぜ。おっと凄まじい蹴りとパンチ、これはかなり痛いぞ。しかも袋の中に蛇がいるからね。よし次やってみようぜ。あのね、泥棒は余裕かまさないで逃げた方がいいと思う。まさか自分が10通りもの殺し方で、子供に殺されるなんて思っていないだろうしね。次は棚の引き出しを試してみるぜ。一体これでどうするのかな？あ、なんか光ってるよ。もしかしてお金じゃないお金。なんでお前まで嬉しそうなんだよ。お金に夢中の泥棒を後ろから、袋で結束させようとしている。ひぃー、私は決してお金に夢中じゃなかったからね。だからなんでお前まで怯えてんだ。これを見てやっぱり悪いことをするのはダメだって痛いほどわかったよ。そうだぜ。だからウプ主も課題やらずにゲームをやるなんてダメだからな。って、話聞けよ。さあさあ次行きますよ次。お次はこの見るからに大出しそうなボトルを使ってみようと思います。絶対これで頭殴るよな。な、言った通りだろ。なんだこれはケチャップか。ああ、突き刺すのはあかんでしょ。なんということでしょうか。頭を殴打するだけではなく、割れたボトルで突き刺しました。確実に仕留めたね。これは将来プロの殺し屋になれるだろうな。次はバドミントンのラケットを使ってみるよ。こんな軽いラケットどう使うんだ。ラケットを打って突き刺す。てっきりめちゃくちゃ殴打するのかと思ったらもっとヤバかったー。心臓めがけて一突きだからね。バドミントンのラケットは決してこう使うなよ。あ、まだかすかに言ってるよ。念には念を入れてね。これでお父さんとお母さんが帰ってきたらパニックだよな。血まみれになりながらゲームやってるんだもんね。キルがあと2種類だから残りも探そうぜ。他にどんなものがあるのかな。水槽の中に入ってるお城の置物で何かできるみたいだよ。こんな小さな置物で何ができるんだ。おい、なんだこれは。この置物がどうかしたのか。まあ、おじさん見ててよ。うわぁ、隠し扉が開いた。なんだこれは、もしかして金庫か。はい、おしまーい。よ、なんで閉じちゃったんだよ。しょうがねえ、俺がやるからどいてろ。くこの置物をずらせばいいんだな。コンセントに繋がっている何かを入れたー。これは閲覧中の顔だぜ。そうして少年は何事もなかったかのようにまたゲームを再開するのでした。さあさあ次行きましょう。他に何があるかなー。お、なんか扉でできるみたいだぜ。あ、子供が泥棒を置いて部屋を出て行っちゃったよ。泥棒だけ残しておくなんて一体どうするつもりなんだろうね。まさかの車で突っ込んでったー。自分の家壊しちゃってるじゃない。しかもちょうど泥棒がいるところに突っ込んだよ。まさかここまでやる子供だとは思わなかったぜ。いよいよラスト1個になったよ。あ、泥棒が持ってる懐中電灯が使えるぜ。これはゲームのスタート画面みたいに殴打するのかな。
ああ。きっとものすごく痛いんだろう。それはこの泥棒の顔が物語ってるよ。ケッチガイ打撃を与えてなお、懐中電灯でやっぱり殴打してるぜ。このゲームやってわかったことは、この子供が悪魔ってことだね。もうやめて、泥棒のライフはゼロよ。話せっていう暇もないぜ。これで全種類発見したからクリアかな。そうだな、これでこのゲームクリアだぜ。なんかトロールフェイスに少し似た感じのゲームだったね。このゲーム続編もあるみたいだから、ぜひまた実況してみたいよね。PC ゲームだけど、皆さんもよかったら一度遊んでみてくれだぜ。それでは最後までご視聴していただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。最後までご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録はお済みですか？ PC でご覧の方は上の登録ボタンを、スマートフォン、タブレットでご覧の方は右の画像に出ているように登録ボタンを押してください。この機会にぜひともよろしくお願いします。